気に入りの時間を探しに妙高へ。今回は妙高暮らしを応援と題してお送りします。妙高市では妙高で暮らしたいという方を応援するため様々な支援を行っています。それがこの3つです。住宅取得等支援事業補助金、 UI ターン促進住宅支援事業補助金、ふるさと暮らし応援事業。まずは住宅と土地の取得及び増改築等にかかる費用の一部を補助する住宅取得等支援事業補助金からご紹介します。この補助金は住宅を新築、建て売り、中古で購入した方を対象に住宅の取得、土地の取得、増改築、家財道具の処分の費用について補助するものです。転入者の方で最大150万円の補助が受けられます。申請期間は毎年4月1日から翌年2月末までになります。次に UI ターン促進住宅支援事業補助金についてです。この補助金は妙高市外から妙高市へ転入してきた方を対象に賃貸物件の家賃と初期費用の一部を補助するものです。家賃は最大で2年間毎月最大1万5000円の補助が受けられます。最後にふるさと暮らし応援事業についてです。この事業には3つの補助金があります。1つ目が妙高市に空き家登録されている物件について見てみたいという方に向けて行っている空き家見学ツアーです。この空き家見学ツアーをしたい方についてこちらで用意する宿泊施設の料金を全額補助するものになります。このツアーに参加するには妙高市の空き家利用希望登録制度にご登録いただく必要があります。2つ目が一人親支援事業補助金です。この補助金は一人親家庭を対象とし妙高市への視察にかかる交通費や宿泊費、引っ越し、自動車の購入費用の一部を補助するものです。3つ目が移住支援事業補助金です。この補助金は首都圏から妙高市に移住し新潟就職マッチングナビを使い就業もしくは起業した方を対象とした補助金です。妙高生活を希望する皆さんを応援するための3つの制度のご紹介でした。詳しい情報は妙高市の移住定住サイト妙高暮らしをご覧ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。